はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。ポンズ様、イッコー様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。裁判の日にちまだ決まっておりません。本当だったら22日、今日が1回目後半なんですけれども、こちら側の弁護士先生のちょっと都合が悪くてですね、前々から九州出張が決まっておったということで、日程調整中であります。決まったらばお知らせしますんで、もしよかったら見物にいらしてください。 NHK 稲葉会長、最低視聴率を更新した紅白について一世一代の言い訳したものの盛大に滑る、国民的番組というよりは世界に向けて見ていただく番組になった、外国人は韓国人しか出てなかっただろうが、それで世界なの、じゃあ国民的番組はもうやめましたってことなの、だったら世界中から受信料取れよ、韓国イコール世界なの、韓国人しか出てなかったけど日本人からの金で世界に見せる意味あんの、それはつまり国民的番組ではなくなったんですね。内部はどんだけ汚染されてんだろう、日本人が見なきゃ意味ないでしょう、10年前ならね、紅白への関心も今よりは高くてですね、韓国勢7組も出したなんてなったら、デモが起きてたと思うんですけれども、今はテレビ捨てた人も多いしね、NHK ならそんなもんだろぐらいで無関心の境地に入ってて相手にされてない感じがするな。 NHK が何やらかしてもね、部数減少が止まらない新聞がバカ記事書いてもですね、あんまり相手にされないのと一緒でね、デビュー前のグループ出しちゃうぐらい韓国人だけ超超優遇が世界って肩腹痛いわな。会長ひょっとしたらバカなのかな、世界名乗るなら190カ国ぐらいから均等にねアーティスト招くべきだし、もちろん日本人の金でそんなことやったら非難、あるからやるべきではないし、自分でドツボにはまってないかこの人、大晦日お茶の間で過ごすスタイルも崩れてる、だからみんながテレビの前にいるわけじゃないみたいなことを言っちゃいましたけれども、テレビ離れを認めて、ますけれども、だったら NHK いらないよねってなるってわかんないんですね、この会長ね。むしろ何も言わない方が良かったんだよな、これな。この場合、視聴率最低だったけど、来年はもっと頑張ります。ぐらい言っとけば良かったの。いやいや、会長アドバイスしてる場合じゃないですね。NHK、潰れろ。なもん。いねえからもう、受信料なんか、でね、私テレビ持ってないから関係ないって思ってると今度はネットから取ろうとしてますもんね。とんでもねえとこだこれ、岸田政権派閥のパーティーと人事推薦を禁止する方針、つまり派閥からのねじ込みダメよって、パーティーもダメよ、党内ルールなんで、まあ破ってもですね、罰則は最大で除名ぐらいですけどね、大体は役職外すとかこんなもんで済んじゃうんじゃなかろうか、世論です。終わりの始まり感がすごい。問題はそこじゃなくない、勉強会は続くんじゃない、派閥禁止は党本部の権力集中になる、これで岸田の独裁体制完成か、ここは一旦解散してみそぎした方がいいかもな。法改正して連座制を導入してよ、秘書がやったじゃなくって、議員個人のパーティーは変わらずか、清和会、旧安倍派、岸田派、二階派解体で、残りは麻生派、茂木派なんで、パーティーと人事推薦禁止は、実質この二派閥への締め付けでしょうね。派閥解消で党本部への権力集中で、岸田独裁っていう構想を描いてるのは間違いないんでしょうけれども、仲良しグループって自然と、出来上がっちゃうもんなんじゃないの、6ヶ月ぐらいで。派閥じゃないけど、約70人のですね、領土と国益守る会なんかもあるわけで、派閥じゃないけど。まあこれでですね、茂木は総理の目がなくなったんじゃないかな。派閥頼みの茂木が、
派閥の力弱められちゃってはね、人事推薦禁止じゃあ50人いてもですね、その力震えないもんね。茂木派50人弱だったっけかな、結局は旧岸田派ばっかり優遇の人事ってなりそうですけどね。昨日投開票の八王子市長選挙、自公伊推薦東京維新の会だそうであります。の新人、しやけかずおさん。読めないね、これ。初宿と書いて、しやけ。これ知ってないと読めないなぁ。初宿って読んじゃうよね、普通に。当選。都庁職員35年。だって、自衛隊、院の後に都庁に入った方、優秀なんですね。八王子職員なら、としては、こういう市長はやりやすいかもしれないですね。公務員言葉とか理解して、そうだからね。やりやすいかもしれん。オール左翼応援の諸角実破れる。これも読めないね。両角と書いて諸角。読めねえ。皆さん知ってました？俺は知ってたって人はコメントで、自慢してください。これだけ自民が裏金で評判を落としてても負けちゃうと。世論です。総がかりの活動家が出てきたから察したんだな。これ菱山直子っていう女の人、パヨ候補の応援演説したみたいであります。で、総がかりの菱山って知ってる人は、絶対こいつにはっていう感じだろうし、それ知んねえ人は、高齢者さんなんかは誰この女で、応援演説なんかも聞かないだろうし、無所属での出馬でも雰囲気でわかるんだよな。パヨのオーラをまとっていたんでしょうか、諸角さん。普通に自民党より嫌われてるの自覚してなかった。これで勝てないならいつ勝てるんだ。立憲の裏金も即バレしたしな。同じく昨日投票の滋賀県大津市市長選挙も自公推薦の現職市長に左翼候補敗れる。こっちは八王子と違い大差で圧勝したみたいであります。世論です。パヨそっとじ。こっちもか、あっちもこっちもパヨ負けてて草。自公より立民の方が嫌われ者でした。裏金より野党に嫌悪感。今の自公に負けるとか弱すぎやろ。立憲社民推薦が当選しないぐらいは日本は健全と。ドイツもこいつも秘書がやった修正しますって、お咎めなしの逆水戸黄門。自民党よりも立憲共産社民が嫌われてていいですな。逆遠山の金さんって言ってもいいかな。桜吹雪を見してもですね、わかんないですね。で結局罰せることができないっていうんですね。おめえは遊びの金庫とか言っちゃわない。わかんないですね。見たことないですね。白ぼくられちってね。民主党政権から10年経過でどんだけね、あいつらが日本ダメにしたか知らない若者も増えてからですね、あいつら論外って周知活動しないとね。自民の一番ダメな人材よりもパヨの一番マシな候補の方がダメなんだからやむを得ないですね、これね。パヨの一番マシな人よりマシなら当選するんだから、自民党の劣化が止まらないのが日本の政治の悲劇ですよ。パヨが論外すぎて釣られて論外側に引っ張られてるっていうかね。民主主義で最適解は出ないっていう、論説案のご存知でしょうか。民主主義、みんなで話し合って決める民主主義はどうしてもバカ側の意見に引っ張られて、賢い人の判断が狂うんだって。だから民主主義で出た結論って、最適解じゃないことが多々あるっていうか、そっちの方が多い、っていう論があるんですけれども、共産党新委員長田村智子、代表選挙を主張した松竹党員範囲長に物申した大山奈々子神奈川県議団長、つまり県議の団長を延々と糾弾する動画を発掘されて、いきなり窮地に。大山県議、何人もに除名はダメでしょ、やっぱり共産党は怖いと言われた。田村、大山県議の姿勢に根本的な問題がある。党員としての主体性を欠き、誠実さを欠く発言だ。主体性があるから
物申したんじゃないのかなーって、いいダクダクと従ってる方が主体性がないんじゃないのかなーって思うんですけど、まあ、共産党の使う言葉は、俺らが使う日本語とは全く違う言語ですから、全く節度を欠いた乱暴な発言、党外から出版という形で、党の綱領と規約を攻撃したものを除名処分にしたことは当然だ。政治的本質を全く理解していない発言者に大きな問題がある。などなど、延々と大山を攻撃、吊るし上げ。これ、パワハラだよね。いや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 、指導です。吊るし上げましたけれども、指導ですっていうですね、世論です。共産って元からそういう主義でしょ。辞めたい人は突っかかるチャンス、田村智子に、無気になって言い返していくから、じゃあ辞めますって言えるっていうね、まさに独裁、異論も話し合いも認めない、逆らうな従え、これこそまさに共産党の本質、上に逆らう者は漏れなく吊るし上げと、真っ当な批判も忠告も全て攻撃とみなす。中身が完全に北朝鮮や中国な、政治的本質を全く理解していない発言者に大きな問題がある。全くその通り。大山県議は自分がどういう党にいるか理解してねえよ。まさか民主主義の政党にいるとか思ってねえよね。大山県議。甘すぎるよ。何言ってんだよ、という話で、議論と選挙を拒否してですね、認めずにですね、俺が正しい、俺に従え、で、それやらせる手段がですね、論より大声、嫌がらせ、最後は暴力、これこそが共産党の本質なんだからさ、それじゃあ山賊と変わらないって全くその通りでございます。中国共産党や北朝鮮労働者等人民労働者と見てみなよ。山賊と違うとこ見つけるの難しいからさ。今日のその他のニュース。日経平均株価36,500円突破。バブル後最高値を更新。1990年レベルになりました。実質賃金20ヶ月連続低下で、庶民は景気いい感、全くないっすけどね。まあ、アベノミクスの成果が遅れて出てきた感じかな。それを拾った岸田は運がいいっすね。アベノミクスは失敗だっていう経済評論家いるけど、民主党時代の日経平均8000円ぐらいだったんすかね。若者死んないと思うけど、その頃10歳ぐらいだった若者死んないと思うけど、民主党のあの日経平均8000円ぐらいだったんだから、今36,000円。そういう事実突きつけてもですね、そういう人は考え変えないしね、全然、思想とかイデオロギーが先来て安倍叩きやっていくから、経済評論家であっても、たとえ経済評論家であっても、安倍政権だってたちまちね、失業率実質ゼロとか倒産件数半減とか効果あったんだからさ。バイトを確保できず24時間営業をやめるコンビニ続々、コンビニありすぎだしいいんじゃない。東京なんか道挟んでまた同じコンビニがあるとかザラにあるよ。特に都市部過剰ですよ。深夜に店閉めてても最低賃金以上は出さんぞというコンビニオーナーの謎の意思は一体どこから来てるのか全然わかんないですけどね。函館市のお寺のお地蔵さんが14体倒され、一部、頭部などを破壊される事件発生。これやってもですね、何の得もない犯行ですよね。まあ、愉快犯っていうかな、強いて言うなら、こんなことできるやつって日本人じゃないですよね。皆さんご存知。もうアメリカには帰らない。日本への移住を決めた男性が語る、その理由。白人差別がある。音楽差別がある。これ聞いてる音楽でバカにされたり、なんか言われたりするっていう話。政治思想を押し付けてくる。日本にもいますけどね、駅で立ってると、まあ、高齢男性とかが話しかけてきて、全く安倍はダメだね、なんか言って押し付けてくけどね、知らない人が話しかけてくる。食べ物がまずい。知らない人が話しかけてくるは、陰キャには、ちょっと暗めの人には、人見知りの人には辛いですよね。酔った友人に銃を突きつけられた。ビーガンの前で肉を食うと切れられる。日本で一番治安が悪い地域より、アメリカで一番治安がいい地域よりも、治安がいい。
日本で一番治安が悪い地域がアメリカで一番治安がいい地域よりも治安がいいだな、これ間違っちゃいましたね、ところで日本で一番治安が悪い地域ってどこだろう、一体皆さん知ってます、そういう評判、日本で一番治安が悪い、まあ、東京だとね、町田市足立区なんかが犯罪率高いっては聞いたことありますけれども、アメリカで一番治安がいい地域ってどこだろう、ワシントン DC とかその辺かな、なんか観光庁ばっかみたいな、住んでる人金持ちばっかみたいな、そんなとこかな、知ってる人いたらコメントで書いてください、日本には女性が夜一人で外出できる自由があると、アメリカは女の人一人で夜フラフラしてると必ず事件に巻き込まれるそうです、必ず事件に巻き込まれる、誘拐されたり、財布強奪されたりバッグ盗まれたり必ず犯罪に遭うそうであります、なんか同調圧力がアメリカの方が強くない、ビーガンが憎くなって文句言ってきたり、日本のビーガンそこまではしないような気がしますけど、白人差別って有色人枠確保のために、成績がいい白人が落ちちゃうっていう、成績悪い有色人の受験生が受かっちゃうとかそういうやつですね、あとはコミケ会場とかじゃなくて普通の路上でねゴスロリとかアマロリとか来てると注意されちゃうんだって、これは田舎の方ですかね、アマロリっていうのはピンクと白を使った甘めのロリ、ゴスロリは、まあ、黒ですね、まあ、そういうようなねコスプレ、あとお姉さんっぽい姉ロリっていうのもあるらしくて、あとなんかね和服の生地使ったワロリっていうのもあるらしいですね、まあ、この辺はよくわかんないですけど、アメリカウォルマート、イギリススーパーチェーンブース、1ドルショップのダーラージェネラル、セルフレジやめます、客の7分の1が万引き確信犯、5分の1がうっかり万引きしたことがある、つまりピッてならない前に袋に入れちゃったみたいな、こういうのは野菜の無人販売が成立するぐらい民度が高くないと無理なのかもしんないですね、お天道様が見てるっていう思想があるね、日本しか無理かもしんない、セルフレジどうでも絶滅しちゃって世界中で日本でしか残んないかもしんないですね、で観光資源になると、日本はすごいよな、みんな一人でピッピピッピやってて万引きもせずにで泣くかもしんねえなー、まあ日本は超個体でみんな親戚ですからね、親戚に迷惑はかけらんないですよね、というわけで河野太郎の裁判の日取り、決まりましたらば皆さんもお知らせしますんで、まあよかったら見物にでもいらしてください、現役総理が個人ブログを訴えたという史上初 の事件ですから、まあまあツイートしたりなんかするとバズると思いますよ、よろしくお願いします、デトックスジャパン。